または、坂田百9 4 6年7月23日は、明治から昭和初期の将棋撃お送りなびと王将。小林東白祭八段門下、もしくは小野五平十二世名人門下。大阪府堺市出身。姓については、坂田と坂田の表記があり、一定しない。なお、基地の正確な表記は、堺県大鳥群へ崎松村で出生。 制御の通り表作りを手伝いながら、将棋を覚える。1886年頃、日本橋の履物問屋に、デッチ暴行し、街角の延大将棋によく顔を出し大人を任せるなど、早熟の天才ぶりを見せていた。だが、将棋に夢中になるあまり背負っていた方向さっきの子供を、負傷させ、暇を出されたと言われている。その後は実家に帰り家業を手伝いながら掛け将棋で、 腕を磨き、素人の将棋雑誌として、大阪で有名になる。1891年頃、関根金次郎と堺の両手一玉で、初対決し、惨敗。このことで、坂田は、プロの道を決意したとされる。なお、初手合わせは1892年、1893年、1895年という、説、1894年頃という説もある。また、 この対局は両者とも掛け将棋を否定しているが、掛け将棋であるとの意見もある。また、これまで独学で将棋を学んでいた坂田は、関根を通じて、初めて死と呼べる人物に出会う。関根が当時、大阪名人と呼ばれていた小林と東く際に会った、際に坂田との寄付を見せたところ、小林は坂田の素質に驚き、自分に紹介するよう関根に頼んだ。 関根の仲介で坂田と会った小林は、坂田の才能を褒め、さらに上達するための助言として、大駒の使い方などを教えた。坂田は、小林との出会いが大変励みになったと、懐述しており、これをもって、小林門下とすることもある。1903年、四段格の坂田は、七段の関根と、高古格の手合いで対戦する。高打ちの寄付は残っており、 坂田の一生いっぱいとなっている。坂田の語りを収録した著書、将棋哲学では、若い頃で自分が四段か四段半の頃、七段の関根さんとの対局で千日手になり、自分が攻め方だったため、関根から関根側の勝ちと言われて、勝負を打ち切られた。天下の七段の関根が、自称四段、四段半の素人の自分に対して男らしくない、この敗戦の悔しさから、 家内に、今日から、本当の将棋雑誌になると宣言したとある。この、千日手の攻め方高いのルールを知らずに敗れたのは、寄附が残っていない、関根覚落ちの一番という説もある。1906年4月22日、五段半の坂田は、八段の関根と大阪阿弥立は高寺境内の藤の茶屋で、対局をする。 双方互角の勝負であったが、終盤坂田が、千日手の当時のルールを知らず、無理に打開して、ペースが狂い惜敗したとされるが、上記の坂田著書、将棋哲学の四段の頃に、千日手のルールを知らず、ルール違反で強制的に負けにさせられたことがあるという記述と一致しない。なお、坂田が、坂田が千日手のルールを知らないエピソードがあったのは、1903年の、 関根が角、またはこを落とした一番だという説もある。坂田にとって、私を本物の将棋雑誌にしてくれた一戦であった。以後、坂田は打倒関根を目標として貧困などの危機を乗り越えていく。北条秀次原作による儀曲王将では、この年に関根と初対戦したことになっており、千日手のため、審判の判定で坂田が反則負けにされたと描かれている。 1907年当時の3人の8段である、関根金次郎、井上義夫、小菅健之介の平手対局が、神戸新聞により企画され、6段の坂田は、神戸で、小菅健之介と対戦して勝つ。この頃には、坂田の才能を生み出す講演者にも恵まれ、1908年、大阪朝日新聞食卓となる。こうして生活も、少しずつ安定し同時に、 技術人格ともに成長していく。同1908年には、関根と広角校の手合いで対戦する。1910年7月、坂田を名手とする、関西将棋研究会が発足する。同時期に講演者の教育も、もっともこれは自称であり、大阪朝日新聞事情で、自分は七段の実力があるから、自分で七段を認定すると突如発表したものだった。坂田は、 自分で実力があると信じて名乗りを上げたのだから、もし依存があればいつ、いつでも手合わせに応ずると述べ、商談に意義を唱えて挑戦してきた騎士をすべて駒落ちで破っている。1913年4月に初の東京行きを果たす。4月6日7日に東京築地クラブにおいて模様された歓迎対局で関根八段と対局して勝利をする。この対局において、 坂田は、議員が泣いているという言葉を残したとされる。正式に七段として認められたのはこの時、と申されている。4月9日には、関根の弟子の土井一太郎平手で対局して敗れた。ものの、7月14日には、大阪を訪れた関根と、大阪朝日の主催で平手で対戦し、袖飛車を用いて勝つ。1914年、大阪に出てきた関根と対戦し敗れる。 1915年、小野五平名人により八段商談を許された。これ以降、坂田は小野門下を自称するようになった。同年に関根と並ぶ、東の実力者である井上義雄八段と対戦して勝つ。泣き銀の一局和施設には、この対局のことであるとも言う。1917年に八段となり、 柳沢安江白爵の講演の下で翌年にかけて、関根と平手で6局の対局をし4勝2敗と、勝ち越す。だが、関根の一番弟子の土井一太郎には、敗れており、土井の八段商談を許すこととなる。1919年5月11日、君金次郎の七段披露の席で、大阪を訪れた土井と対戦し、坂田流向かい飛車を使用して勝利する。 この対局は坂田が途中で各存をしており、各存の一局とも呼ばれる。1920年、小野名人の90歳祝賀将棋大会で上京した、際の大崎熊尾七段との高落ち戦は、坂田の騎手、各頭不付きで有名な対局だが、この対局には、敗れている。同時期の東京での金安次郎七段との高落ち戦での、 坂田が不利な局面で打った七一角は、夢で見た、天から降った角と、自身で語っており、夢の名角と呼ばれている。1921年5月、小野名人の死去を受け、関根が、十三世名人を重ねくらいした。この時点では坂田も、関根の名人が重ねくらいには賛成していたとされる。この頃、坂田は眼病を患い、一時は失明の危機に陥る。 1925年3月、京阪神の在海有力者84名の首相者により、名人に推薦され、柳沢白尺の賛同も得て、名人を名乗る。この背景には、1924年の東京機会、再編で、東京将棋連盟の結成に貢献した、君金次郎、大崎熊尾、金安次郎、花田長太郎が法相として商談し、それまで専業プロ棋士では、 坂田三吉、土井一太郎のみだった八段の騎士が一挙に増えたことに対する不満があったとされる。このことは東京将棋連盟から名人選手をとみなされ、連盟を追放される原因となった。報酬をめぐって大阪朝日との関係がこじれ、1933年、食卓の座を神田達之助に奪われることになると、講演者の多くも神田を支持するようになり、 坂田はますます孤立を深めた。この時期に星田慶造を内弟子に迎えている。1935年からの神田事件による将棋界の分裂が1936年6月29日に収束後、従来より東京より出会った君派のみならず、神田派も将棋体制会に参加するようになり、坂田は将棋界で完全に孤立した。坂田は 復帰を目指し読売新聞や金やスジローに働きかけを行い、その結果1937年に、坂田は東京側と和解し、将棋大政会に復帰することになる。同年2月に、京都の南禅寺で木村義夫八段と対局。3月には、天竜寺で花田長太郎八段と対局。いずれも後、あと、鉄外、初手橋夫きの奇策を取るが、連敗した。 復帰後、八段格として、第二期名人戦挑戦者決定リーグに参加し7勝8敗の成績を挙げたが、それを最後に名人戦に参加せずに引退。引退後は、大阪市東住吉区田辺の自宅にこもり、文字通りの陰遁生活であった。休防を知った木村より、顧問の就任を打診されたが、今更木村が、何言いまんねと拒絶したという。家族によると、 将棋を指すのが会社やクラブへの稽古将棋程度になってしまい、本当の将棋が指したいと折りたたみの将棋盤で一人将棋をしていたという。終戦直後、1946年7月23日、大阪市東住吉区の自宅で死去。職あたりでの休止であったという。坂田の死亡を報じる新聞記事はたった10行のベタ記事で写真もなく、 おまけに死亡日が3日も異なっていたという。しかしをうつごまもなく制作された、新国劇の演劇作品、北条秀次脚本、王将が好評を得たため、坂田の名は、将棋雑誌として、不及なものとなった。通天閣に混流された、王将日1947年の儀曲、王将と、それを原作とする映画、王将が代表、大オクリナ人は、伊藤漢字に続き2人目。 蔵王,王将は坂田が史上唯一。また、坂田に与えられた王将位の元となる王将戦という奇戦名について、倉島武次郎は、そもそも坂田を主人公とした戯曲王将に由来していると推測している。また、1969年、新世界懲戒連合会によって、大阪市何枠の新世界の通天閣下に王将の石踏みが混流された。 また聖火跡にも1989年11月、王将、坂田三吉健商碑が、堺井氏によって建立された。墓は、大阪府豊中市の服部霊園。これは、坂田のファンであった、高橋隆太郎の寄付によって1954年に、日本将棋連盟が建立した墓であり、除幕式には、土井一太郎、木村義夫、増田幸三、 大山安春ら40名以上の騎士が集まった。しかし、坂田三吉簿は、清水二郎町の墓と同じように扱われてか、将棋の駒形の墓石を金槌で打ち書き、その破片を勝ち守りとする人が絶えず、墓石が損傷している。1988年から、出身地の堺市で、坂田三吉名人敗将棋大会が開かれている。勉強を好まず、 早期に学校を辞めたことにより、生涯を通じて読み書きができなかった。将棋を親しく教わった増田光造は、生涯覚えた漢字は、三、吉、馬の三字だったと証言している。坂田の代筆をしていた書道家の北野知里は、この他に坂の字も書けたと証言している。現在、日本将棋連盟から販売されているセンスにはこの、 馬の字が使用されており、他の騎士のセンスよりも値段が高く、今なお将棋ファンに根強い人気がある。北条秀次原作による王将というタイトルの戯曲や映画、さらに歌のモデルになった。坂田は生前、わしが死んだらきっと芝居や活動写真にしよりまっせと言っていた。しかし、映画などでの坂田像は多分に誇張されたものであり、真実の坂田とは枝たりがあるという、 坂田と実際に会った騎士たちの複数の証言がある。坂田は映画では無法者であるかのように描かれているが、実際には極めて礼儀正しい人物であり、文字は知らなかったが、江戸時代の古い将棋を相当よく知っていた。坂田将棋も完全な独学ではなく、坂田以前に大阪名人と言われた小林東白祭からアドバイスを受けたことがあった。 有名な坂田流向かい飛車も江戸時代の定石をもとにしたものである。僧侶などの知識人の話を聞くなどの耳学問で、一般常識などは身についていた。ただ、文字を知らないための機構があったことは、実際に親しく、将棋を教えられた増田光造も認めており、食堂のメニューが読めなかったり、坂田の記録係だった大山康春が、 三様数字で考慮時間を記録していたのを見た坂田は英語で記録しているのかと聞いたりしたという。また、坂田自身は字が書けないことを気にしておらず頭を指さしてここに将棋がいっぱい入って万年とおどけた。本間の先生は新卒という言葉がありますやろ。あの通りですわ。ちょっと変わったとこはあったけど素直で記事のまま。それはもう何の混じりげもない。 あんな人がよう正義させるなと思うような純粋でええ人でした。知人の書道家、北野千里の証言坂田夫婦が、鳥部さんの日練習系の、妙見さんの熱心な信者だという、映画版でも描かれている有名なエピソードも、擬曲作者の北条秀次が、追加設定したフィクションであった。なお、実際の坂田夫婦は、三吉の眼病回遊のため、京都の柳屋観音を信人していた。 なお、戯曲作者の北条秀次は、戯曲、王将第一作の執筆前に、坂田の遺族に取材を申し込んだが、拒否されたとしている。また、戯曲を盛り上げるために意識的にフィクションを盛り込んだのだが、作品の大ヒットにより、戯曲の描写が坂田三吉の人生そのままと受け取られることに、困惑していた。また、坂田の家族の反応としては、擬曲第一作の上演の際、 坂田の息子や次女は、好意的な反応をしたという記録がある。その一方、儀曲第一作の大ヒットを受け、坂田の関西名人在域を描く続編の執筆のため、北条が再度取材しようとした際に、父をこれ以上、アホを呼ばわりされたくないという坂田次女の意向により、観光令が敷かれ、宝城は関係者への取材を拒否されたという。人気少女漫画、ガラスの仮面の主人公、 北島マヤのモデルは王将の坂田である。弟子に、党内金吾、星田慶造、高浜佐田がいる。また、騎士系統図においては、弟子とされていないが、神田達之助は長く坂田の下で将棋を教わっていた。その他、ライバルの君文化である増田幸造を、坂田は特に才能を評価していた。坂田は増田が将棋を教えている、社交クラブへ出向き、いろいろなアドバイスをし、 木村を任すのは、あんたや、あんたの他におらへんと激励したという。坂田が得意とした、振り飛車戦法は、君門下である、王の源一が改良を加えて引き継いでいる。坂田が、創始者とされる戦法に、坂田流向かい飛車、袖飛車があり、特に袖飛車では、花田長太郎が対抗する定石を作り上げるまでは、当時腐敗を誇ったと感染記者の天狗太郎は、記している。 坂田の一番弟子の島内金吾は弟子を多く育て、高島和樹よ、内藤国よ、若松正和をはじめとする坂田三吉の孫弟子、さらには若松から坂田三吉の総尊弟子で十七世名人の谷川、康二を生んだ。島内は、もともとは、岸でも何でもなく一階の繊維業者であり、坂田とはいわゆる谷町としてのつながりでしかなかった。 しかし、個人的に稽古をつけてもらっているうちに、坂田の魅力に惹かれ、気がつけば39歳から、プロ棋士になっていたという。坂田三吉名人王将、東内金吾八段、高島和清九段、高島博光八段、脇健治九段、東和男八段、森安太子女流四段、内藤国夫九段、関気博光七段、渡辺正和五段、 三枚、道達也七段。若松正和八段。谷川浩二九段。宮古聖流馬七段。井上啓太九段稲葉姫八段。藤原直也七段。菅井達也八段。船、高校平六段。出口若武五段。森安秀光九段。本間博七段。野田慶三六段。長谷川祐樹女流二段。山根小富女流二段。 森安正幸七段、畠山聖光八段、畠山鎮八段、斉藤慎太郎八段、宮本博士五段、黒田隆行五段、折田昭吾四段、小坂登八段、淡路仁志茂九段、久保敏明九段、村田智広七段、村田地保女流二段、坂井淳吉七段、星田慶三八段、坂田の復帰を記念し、 読売新聞社主催で特別対局が行われることになった。すでに名人の関根は引退を表明しており、関根の弟子で当時行われていた第一期の実力性、名人戦での最有力優勝候補であった木村義夫と花田長太郎が対局に臨むことになる。木村との対局の舞台は京都の南禅寺。百三十七年二月五日から七日間。 持ち時間30時間というルールの下で行われた。現在の公式戦で持ち時間が最も長い期戦は名人戦の9時間であり、名人戦は創設当初でも15時間の持ち時間で刺されていたことからも30時間という持ち時間は非常に長い。この時66歳の坂田にとっては厳しい戦いになることが予想された。この対局は、 後手となった坂田が二手目に九四歩と指した。当時の常識では後手でありながら、なお一手損とするのと同様である。この指し手は、関西の機械を背負っていた、坂田の東京への反骨精神の現れとも見られている。当時は、非常に注目を集めた勝負であり、小田作之助は、新聞で、坂田の橋踏きを知り、感激して、坂田はやったぞ。坂田はやったぞ。 とつぶやいたと、作品、超雨で改装している。一方で、成功法の将棋を重んじ、騎手役技を、潔しとしなかった、木村義雄はこの手に、これには私も賜げたが、同時に、母、これはと思ったと、後の辞書に記している。戦型は、坂田の向かい飛車に、木村の一飛車となる。坂田の橋踏きは、当時の騎士からも坂田がわざと不利な条件で指していると、 認識はされていたが、イメージと読みの将棋感で、現在のプロ騎士の目からは、この橋付きの一手にはは、後手のメリットはないが、的確に咎めるのは難しい。特に二六歩の一飛車も後手一手損角代わりとなるので、先手は、振り飛車模様で橋でなく中央志向の五六歩が、良いのではないかと見ている。また後手端歩が監守になるのは相振り飛車など、逆に生きるのが、 後手振り飛車対先手の一飛車の一局と見ているので、振り飛車特に中飛車や島飛車で、三軒飛車は、石田流などでは九四歩が監首でなくなってしまう、可能性があるとしている。また平成になってから2008年までに、公式棋戦では2局刺されて、いずれも先手が2勝している。結局この一手が響いた形となり、結果は95手で、先手の木村義雄の勝ち。後に、 坂田の孫弟子にあたる内藤国夫は、次女、坂田三吉名曲集の中で、この南前寺の決戦を、370年に及ぶ、将棋の歴史の中で、最大の一番と記している。読売新聞社の観戦記者である、西条光一によると、当時は、関根金次郎が名人にを返上し、木村義雄らによる、第一期の名人決定リーグ戦の最中であった。名人戦は、 東京日日新聞が主催していたが、小さな新聞社であった読売は、名人の権威を逆手に取り、リーグ戦の上位で、名人位獲得が有力視されていた、木村義夫、花田長太郎の二人の実力者と坂田を対局させることを企画したという、名人くらいの失追を恐れる毎日は反発したが、木村が、将棋体制会を脱退し、個人として参加することを宣言して、 対局は実現した。このことは、木村に、そこまで言わせるほど坂田と対戦できるということに、魅力があったことを示している。花田との対局3月は、天竜寺の決戦と呼ばれ、この時は、後手となった坂田が二手目に一四歩と何千字とは、反対の端歩をついている。結果は169手で、花田の勝ちとなった。この時の戦型は、坂田の力戦中備車に、 花田の一社であった。この橋ふづきについては、手合いの不満やどうせ勝てないと見ての張ったり、坂田流の大見えなどの説とともに、これを見た、花田や木村らは、絶対に負けられないと思ったと伝えられる。イメージと読みの将棋感では、現在のプロ騎士らの見解として、後手に手目の一四歩は九四歩のそれよりもかなり、尖めにくいとしている。振り飛車にしても損はせず、 アイブリビシャにすると一四歩が生きてくるとし、また二六歩のいい飛車も、やはり後手行って尊格代わりにされれば監修になることはないと見ているが、クら模様にすると一四歩が悪くなる可能性があるとしている。二手目一四歩は平成に入ってから公式戦でも2008年までに四局、刺されており、特に、田丸昇が二局刺して、深浦孝一と霧山清澄にそれぞれ勝利している。 戯曲、王将で、坂田の妻は小春であるが、これは王将の作者である、北条秀治の創作で、実名は、小遊という。坂田小遊は、坂田との間に四男三女を設けている。子供たちの証言では、小遊は坂田が長い間を持っていた女性で、小遊が離縁した後、坂田の元に嫁いだという。小遊は、貧しさに耐えながら、夫を支え続ける。 劇中の鉄道自殺未遂も実際のことである。この事件は1913年頃と推定されるが、坂田は初めて家族の大切さに気づき、その後の生き方に大きな影響を与えたと言われている。その後生活は安定するが、長年の苦労や夫の眼病の看護などで、固有地震病に倒れる。1927年に死去。臨重の床で、お父ちゃん、あんたは、 将棋が命や、どんなことがあっても、アホな将棋はさしなはんなや、と三吉に言っている。三吉は、固有のなき。三吉の名字については、土編の、坂田と小里編の、坂田という2種類の表記が混在している。このような、複雑な事情が生じた経緯はおむね以下の通りである。三吉の存命中は、表札、面上の署名、著者の名義、 新聞の記載などいずれも主に、坂田と表記されていた。三好本人も指導対局を行った、際の謝礼の領収書には、坂の一文字でサインをしていた。しかし、少数ながら、坂田と表記する例も存在し、当時から表記揺れがあった。三吉の死後に感染記者、東公平の調査によって、三好死亡時の戸籍が坂田になっていることが判明した。 最もっとも、1872年編纂の戸籍では、坂田となっており、1916年に編纂された戸籍で何らかの理由により、坂田に改められたものであった。三吉の娘によると、三吉は漢字の読み書きがほとんどできなかったため、坂と坂の違いがよくわかっていなかったが、最終的に戸籍上の本名が坂田となったのは、間違いないとのことであった。現在では、 存命時の表記に準拠して、坂田とする場合と、死亡時の戸籍に準拠して、坂田とする場合と、どちらも見られる。なお、坂田自身は、文字が書けなかったため、すべて代筆である。ありがとうございます。